はい、皆さんこんにちは。犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッターティックのフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、ツイッターの方ではご案内してるんですけども、ブラショとね、クレーンゲームをちょっといろいろしてきまして、クレーンゲームの動画が撮れてなかったんですよ。撮れてなかったんで、あのグッズ紹介、買ってきたものだけの紹介になっちゃって恐縮なんですけども、一応ね、それぞれ見ていきたいなと思います。で、もうね、過去に結構登場しているクレーンゲームの景品とかもあったりとかするんで、もう買ってきたものの中で結構古いものに関しては中身はもういろんなところでね、見れてると思うんで、その辺省くんですが、一応新しくね、ゲットしてきたものだけね、こちらでね、開封のレビューの方をね、していきたいなと思います。はい、でまずね、こちら購入品なんですけど、はい、こちらカノカリの千鶴のフィギュアですね。これも裸品だったんですけど、状態そんな悪くなさそうだったんで、しかも価格がね、500円、ね、こちらね、万代書店の岩月店さんの方でブラショさせていただいて、たまたまねこれ見つけたという感じです。未開封品とかね、結構数が少なくて、なかなかホビーショップとかもないし、メルカリでも、ね、なかなか見かけないやつで、そこそこね、値段もしてたんですよ。まあ、見た感じね、クオリティ結構高そうですよね。はい。一番くじよりも良さげな感じかなっていう気はしてます。はい。これがね、なんと500円で、特に、不足してるものとかもなかったようなんで、これはいいなと思って買ってきました。で、これね、ミルコのプライズフィギュア。これはね、1000円ガチャの外れです。はい。外れだったんですけど、1000円ガチャ、なんか一番上の章は、過去のね、一番くじゃ魔人ブーとかだったんですけど、一番の下の章で、これが入ってて、で、これもね、まあまあね、値段がちょっと上がってきたりとかもしてるんですよね。なんで、最近数も見かけなくなってきたんで、どうしようかなって迷ってたんですけど、たまたま1000円で、まあゲットできないなと思ったんで、こちらの方ね、外れでもいいかなと思って、こちらゲットしてみました。で、こちらね、またブラショで別のお店ですね。ブックオフさんなんですけど、プライズのデクくんですね。なんと500円。ね、超お買い得です。これもね、結構クオリティいいって言ってね、結構評判だったんですけど、まあ、キャラクター的にね、やっぱりデクくんいつも、相場が落ちがちなんで、まあ、それでもこの500円ね、お得かなと思って買ってきました。で、続いてもね、こちら、ブックオフさんなんですけど、これ、アーニャのね、おねむフィギュア。パジャマ姿のね、フィギュア。これもね、まあまあお得だったんで、1200円だったんで買ってきました。私がね、結構よく行くブックオフと、また違う店舗のブックオフ行ったんですよ。よく行くブックオフは、これなぜかね、3600円でずっとね、値段変わらずじまいで、先日ね、秋葉原とか行って、いろいろこれも探したんですけど、2000円以上のところがほとんどだったんですよ。で、今回、これね、結構状態良くて、格も綺麗な状態で、この価格だったんで、ゲットしてきました。で、ポイントもね、あったんで、まあ、1000円ぐらいでね、購入できたという感じです。はい、で、ここからはね、ちょっとフィギュアレビューも含めてね、紹介していきたいと思うんですが、まずこちら、ヒロアカの、これね、しがらきとむらですね、のフィギュアです。これがね、さっきお見せしたアメージングヒーローとはまた別のね、形のブランドで展開しているやつですね。一応、同じくバンプレストさんか、うん、なんですけど、こちらね、なんかハイクオリティなフィギュアらしいんで、これもね、ちょっと気になって、取ってきました。これ600円で取れましたね。はい、で、続いてが、こちら、ホロライブですね。はい、メルちゃんですね。リラックスシリーズということで。これも6手ぐらいだったかな、確か。うん。で、ゲットしてきました。で、ホロライブのね、このフィギュアとか全然集めたりもしてないし、グッズもそんな集めてる感じじゃないんですけど、クレーンゲームの中にね、サンプル飾ってあって、結構クオリティ良さげだったんで、ちょっとプレイしてみたら6手で取れちゃったんでね、ラッキーと思って。はい。こちら、ゲットした品です。で、もう一つも、こちら、ホロライブですね。はい。ニオちゃんですね。これもね、6手でした。はい。最初ね、こっちを、やったんですよ。で、こっちをやって、6手で取れて、で、実はね、クレジットが残っちゃったんですよ。ああ、さすがに取れないかなと思ってたら、ポロンって取れちゃって、クレジット余ってて、で、隣のね、台にね、これがあったんで、隣の台にクレジットを移してもらって、こっちをも
ゲットしたっていう感じなんですけど、最初はね、これだけ狙おうかなと思って、はい、取ってきました。はい、じゃあそれぞれね、ちょっと開封していきたいなと思います。はい、でまずね、信楽戸村ですね。信楽戸村は、中がね、こんな感じになってます。はい。これはね、あんまり動かない感じなので、重心がだからパッケージのこれ裏側ですね。裏側に、寄ってるっていう感じですね。はい。で、特にね、上とか下とかって感じでもないですね。うん。単純にこっち側に寄ってるっていう感じなんで、撮るとき一応参考にしていただければなと思います。はい。ではね、ちょっと中身出してきました。あのね、これ、パッと見ね、なんか、すげえ、しょぼいというか、感じはしたんですよ。なんだ、材質というか、うん。なんですけど、結構ね、いい感じかなっていう気がします。クオリティ的には。ちょっと光の具合でどうなんだろう。ちゃんと見えるかな。実際にはもうちょっとね、暗みがかった感じですね。で、ちょっと見づらいかもしれないですけども、一応ね、ブラシの彩色ともしっかりしていて、これね、マントもね、ちょっと見づらいんですけど、ちょっと暗みがかったグラデーションのね、ブラシ彩色がされてますね。髪の毛もね、これ単色に見えがちですけど、うっすらね、グラデーションちゃんと入ってますね。あ、いいんじゃないですかね。ちょっとね、ボディの部分がね、チープな感じはするんですよね。それかな、原因としては。で、一番くじのクオリティはね、やっぱりヒロアカはすごいいいんで、それと比較しちゃうとちょっと見劣り感は若干あります。ちょっと安っぽさあります。例えばこの靴のところとかはそうですね。はい。なんですけど、まあ全体的にいいかなっていう気がしますね。はい。まあ、600円で取れたんでね、全然いいかなと思います。まあ、これにね、2000、3000出したらどうなのっていうのは、ちょっと正直言うと私の中ではありますけど、1000円以内で取れるんだったら全然文句なしのクオリティかなと思いますね。はい。全然いいと思います。一番くじで前回このね、スーツバージョンの信楽戸村あったと思うんですよ。あれよりは全然いいと思いますよ。うん。クオリティ的には、お顔もね、結構似た感じですし、はい。よろしいかなと思います。はい。はい、じゃあ続いてね、このホロライブのメルちゃんを開けていきたいなと思います。はい。で、重心がですね、中身こんな感じになってますね。めっちゃ片方に寄ってる感じで、動きませんね、これはね。やはりこう裏側ですね。パッケージの裏側、こちら。こちらに寄ってる感じですね。はい。で、上下ちょっと動くかな、なんか。うん。ちょっと中動くんで、多少これで移動すると思うんですけど、でも多分上とか下とかは特になさけっかな。はい。こんな感じで均等に入ってるんでね。はい。まあなんで、こっちが裏側を意識しつつ、あとは、縦はめがいいのかな。うん。横はめでもこっちをね、意識して落としていけばいいのかなと思います。はい、じゃあ、こっちのね、みおちゃんの方もね、ちょっと軽くね、パッケージの方ちょっと見ていきたいんですけども。はい。この中身こんな感じですね。これも中は、後ろ側ですね。パッケージの後ろ側に寄ってるという感じですね。はい。で、みおちゃんはこれなんか、組み立て式じゃなくてそのまま入ってますね。はい。はい。じゃあ、まず最初、メルちゃんですね。はい。まあ、このシリーズを、捉えてる方はお分かりだと思うんですけど、結構でかいですね。はい。クオリティいいっすよね、これね。顔の作りとか、すごいなと思って。はい。ちょっと、包装ギリギリ感がありますけど、はい。いい感じだと思います、クオリティ的には。座ってる感じなんで台座はないんですけど、はい。髪の毛の作りとかもね、結構細かい感じですね。はい。後ろですね。まあ、ただね、細かいそのブラシ彩色のこのグラデーションとかっていうのはそんなに かかってる感じのフィギュアではないんですけど、お顔のバランスとかですね、この仕上がりとか、すごいいいかなっていう気がしてます。なのでね、クオリティ的には申し分ないかなと思います。手とかもね、細かくできてる感じですし。ね、ここにヴァンパイアがついてますね。
可愛らしいフィギュアだと思います。はい、で続いてこっちね、みおちゃん、これね、あのサンプル品見て、あ、これいいなと思ったんですよね。はい、で耳んとこもね、これね、あの塗ってあるかなと思いきや、そうじゃないんですよ。ちゃんとね、造形で、このね、耳毛というか、なんて言っていいんだろう、ちゃんとね、造形されてるんですよ。そんなブラシのね、グラデーションとかないんですけど、成形色一本でいってる感じだと思うんですけど、まあいいですね。はい、クオリティ的にはいいんじゃないかな。お顔がね、なんと言ってもいいかなっていう気がしてます。はい、で5月の下旬だったかな、いよいよ大人気のね、星町水星水ちゃんがね、このシリーズで登場します。なのでね、それはね、めちゃめちゃ人気が出るかなと思いますね。はい、なんで私もちょっと時間取れればね、取り行きたいなと思ってますけども、結構な育て性なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、本日はちょっとね、クレーンゲームの様子の動画はないんですけども、ゲットしてきたこちらプライズ品とかのね、ご紹介をさせていただきました。はい、という感じでね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価コメント、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー、バイバーイ、バイバーイ。